終わりが近づいているのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は東京リベンジャーズの最新話についてお話をしていきたいなと思います。前回のラストでね、ついに千住が動き出したということで、この千住の力っていうのがね、今回明らかになっていくところではあるんですが、前回の感じからいくとね、千住大丈夫なのかっていうところから、この1週間ね、ちょっと1日だけ動画をお休みさせていただいたんですけど、その1日以外はね、考察をいろいろ出していったっていうので、千住がどうなってくるのかっていうので、千住にも衝動があるのかどうかとか、果たして千住がサウスに勝てるのかっていうところでね、お話をしていたわけなんですけど、前回のビートヘルアウトオブっていうタイトルが地獄を打ち負かすっていうところだったりとか、もし千住が衝動があって、初登場時の千住っていうのと今までの千住っていうのが違いすぎるから、実は戦闘モードになったら千住はめちゃめちゃ強くなるんじゃないのかみたいな、そんな話をしていたんですけど、なんかそれが当たってるのか当たってないのかっていうのはね、まだちょっとよくわからない感じにはなってますが、それとね、似たような展開っていうのが来ているわけなんですけど、今回は第229話 Go Easy On ということで、この Go Easy On っていうところに関しては、今回の千住とサウスのね、戦いそのものを表しているような感じはするんですけど、普通に日本語訳すると、手加減するとかあんまりきつく当たらないみたいな、そういった意味があるわけなんですけど、大乱闘は次のステージへ、千住 VS サウス、マイキー VS 拡張ということでね、最初のページではこの乱闘が続いているっていうので、いろいろとね、倒れている人物がいるわけなんですけど、サンズに関してはね、まだ乱闘戦ってるんですね。ただめちゃめちゃ息が上がっているっていうので、ここの戦いがどうなっていくのかっていうのはちょっと気になってくるところではあるんですけど、ただね、ちょっと毎度気になるのが、六波羅探題の歯ですよね。波なのか破れるなのか、どっちが正しいのかっていうので、今回ね、ここでランの背中が映ってるんですけど、ランの背中の文字がね、今度はまた波になってるんですよ。っていうので、毎回ね、字が入れ替わったりしているっていうので、破れると波、一体どっちがね、正式なのかっていうところではあるんですけど、拡張がね、マイキーの前にたどり着いてるんですよ。やっとたどり着いたぜということで、マイキーの前にね、拡張が来てるわけなんですが、一番後ろから完成してるなんて、もうマイキーらしくないぞっていうので、拡張が来てるわけなんですけど、自分の元にたどり着いた拡張に対して、マイキーは生還してるつもりだったが、さすがだな拡張っていう風に返してるわけですね。っていうので、ちょっとここでもね、バトルが起こるのかっていうのが気になってくるところではあるんですけど、拡張に関してもね、未来ではマイキーと一緒にいるっていうので、ここの二人がね、ここからどんな会話とかをしていくのかっていうのも一つ気になってくるところではあるんですけど、マイキーと拡張に関してはこれだけ描かれて、次はね、千住とサウスの場所に戻ってくるんですが、明石はね、相変わらず止めようとしてるわけですよ。やめろ千住っていうので、お前がサウスとやるのはまだ早いっていうことを言っているわけなんですが、もうそれに対して千住が黙れ滝読みっていうことでね、もう千住はやる気満々なわけですよ。できればこんな形で戦いたくなかった、でもこのままじゃブラフマンが終わっちまうからっていうので、もう千住がね、突っ込んでいくわけですよ。っていうのでね、ここで戦いが始まってしまうわけなんですけど、この背中を向きながら喋ってるね、千住の髪の毛が若干短くなってるんですよね。っていうのでちょっと、たまたまなのか意図してちょっと短くしてるのかわからないですけど、でこの突っ込んできた千住に合わせてサウスはね、もういとも簡単に顔面をぶん殴ってしまうんですよね。で明石と竹道がね、もうびっくりしてるわけなんですけど、千住っていうので焦って言ってるわけなんですが、千住はね、そのまま普通に着地をするんですよ。ただね、ここに傷が出てるっていうので、口から血みたいなのが入ってるわけなんですが、やめろ千住、若と弁慶が赤子扱いだったんだ、お前が勝てるわけねえだろっていう風に言ってるわけなんですけど、これに対して竹道がね、明石さん、それってどういうことですかっていう風に聞いてるんですね。明石さんっていう風に言ってるんですけど、明石のね、この C が医師になってるんですよ。でも明石竹臣の C はね、司会者とかの C なので、これは漢字ミスなのか、明石竹臣の明石の死っていうのが、千住みたいに源氏名を使ってて、本当の名前はこの医師っていう方なのかっていうのはちょっとね、よくわからないところではあるんですけど、ここで明石がね、千住について話すわけなんですが、千住が三帝のトップっていうふうに言われている理由は、初代ブラックドラゴンの肩書きがバックにあるからっていうね、要するに千住一人ではサウスの足元にも及ばないっていうことを明石がここで言っていくわけですよ。っていうのでね、竹道がそんなっていうふうに驚いてるんですけど、俺が悪かった千住、冷静さを欠いた、だからお前まで扱
くなるな、今は引け、まだ早いっていう風に明石もね必死に止めようとするわけですよ。でも千住は止まらないんですよね。そのままサウスの方に突っ込んでいって、まあ、目をねつぶっているわけなんですよ。でそれに対してサウスがもうまたね拳を握って、えブラフマンっていう風に言いながら殴りかかってくるわけですよ。でもその瞬間にね目を見開くわけですね。手を抜くようになったのはいつからだろうっていう風に語りながら千住が突っ込んでくるわけなんですけど、両目がねなんか光り出すんですよ。黒子でいうところなのゾーンに入ってる状態みたいな感じで目から光みたいなのがピーンって出てくるんですよ。でこの千住の姿を見たサウスっていうのが族っていう風にちょっとビビってるんですよ。っていうのでなかなかのね迫力になっているわけなんですけど、サウスのパンチを完全に千住が避けるんですね。で避けた瞬間にサウスの腕を握って顔面に右足でキックしてからのもう一回左足でキックしていくっていうね、なんかまさに前の和歌みたいな戦い方をし始めるわけなんですけど、でそこからさらに右足でもう一発顔面に蹴りを入れていくっていうのでね、もうすごい音鳴ってるんですよ。ゴキッっていう風になってて、完全に顔がもうなんかほぼ後ろ向いてるみたいな、そんな感じでね首が曲がっちゃってるわけなんですけど、白目を向いてサウスが倒れていくわけなんですけど、ここでねあの明石のネームが描かれるわけなんですが、武力は金だということで、まあ千住がねさっきいつから手を抜くようになったんだろうっていうので、そうだあの時だ自分の力が滝読みを悪くしていると気づいたっていうので、まあこの武力は金だっていうシーン、これに関してはやっぱ千住と明石のね過去の二人の会話なんじゃないのかって話をしていて、まさしくそうだったということで、お前という兵器にいくら出すと思うっていうので、まあ裏社会とのつながりでね兵隊を出して金を稼いでいくっていう、そういうことをブラフマンはしていたわけなので、まあそことのつながりですよね。千住がねここまで強いと明石がどんどん金儲けをしてそういう悪い方向に行っちゃうかもしれんっていうので、まあ千住は今まで手をずっと抜いていたっていうので、まさに化け物級のサウスを倒すために、まあこの真の力っていうのを千住が使っているわけなんですが、もうすごいんですよ。なんか今までのね東京リベンジャーズとは全然違うような演出になってるわけなんですけど、まあなんか千住の周りにねオーラみたいなのが出てるんですよね。でサウスがね完全に倒れているわけなんですけど、もう明石もめちゃめちゃびっくりしてるんですよ。明石と竹道がね全く同じ表情をしてびっくりしているわけなんですが、竹読みブラフマンの狩猟は自分だっていうことで千住がねめちゃめちゃかっこよくね振り向くわけなんですね。圧倒これぞ千住の真の力ということでね、まあ次号に続くっていう風になってくるわけなんですけど、千住についての過去のシーンとかが少し明かされながらこのサウスとの戦いっていうのが描かれていくのかなっていう風には思ったんですけど、まあ回想シーンがねあったのはあったんですが、まあ片面1ページだけっていうので、武力は金だっていうあっこのネームが回収されていったっていうのはあるんですけど、まあ今回ね気になるところとしてはまず明石ですよね。明石に関してはなんか最近の明石を見ている限りでは全然悪人感がないんですよ。それこそ今回もね必死に千住を止めようとしているし、千住のこの強さっていうのをなぜお兄ちゃんである明石が知らないのかっていうのはちょっと疑問に思うところではありますけど、まあ今の千住ではサウスには到底かなわないっていうふうに思ってるからこそ、その傷つけたくない死なせたくないっていうので頑張って止めているっていうふうに考えたら、やっぱ明石はいいやつなのかなっていうふうに思ったりもするし、まあそうなってくるとね未来の梵天で相談役にいる明石っていうのが何なのかっていうので、まあこれに関してはね前回の動画でも触れているわけなんですが、まあやっぱり今回の明石がね千住のことを相当大事にしているっていうので、もしかすると元々の過去では千住が死亡してしまっていて、それによって明石が闇落ちをしたみたいなね、でそこから梵天という組織が出来上がっていて相談役になっていったみたいな、そういった展開があるのであれば、まあ未来の明石は悪人でも、この2008年の10年前の時点では明石は善人でしたみたいな、まあそういう感じになってくる可能性もありますよね。そしてやっぱり今回はね何と言ってもこの千住の力ですよ。真の力をついに見せてきたっていうので、これが衝動なのかどうかっていうので、まあなんかさっき言ったみたいにね黒子のゾーンみたいな感じになってるわけなんですけど、黒子のゾーンに関してもあれは自分の意思で使いたい時に使うとかそういうのではなかったわけですよ。それこそゾーンに入るためのトリガーがねあるわけなんですよね。人それぞれにトリガーがあって、鏡だったらみんなと勝ちたいっていう意思で、明石に関しては仲間に頼らずに一人で勝つっていう決意をした時にゾーンに入るっていうのがあったりとか、青峰に関してはセンスがありすぎてトリガー関係なしにもうゾーンを強制解放してしまうみたいな、そういった設定があったんですけど、一応あれに関してもねそういう入るためのトリガーがあったりするので、千住のこの状態ですよね、まさにゾーンなのか、まあ、衝動なのかっていうのはわからないですけど、まあ、これが衝動なのであればね3点のトップ3人ともが衝動があるっていうので、まあ、千住の衝動ってところに関しても以前動画を出してるんですが、まあ、ただね別人格っていう感じはしないので、もしかすると千住の今回の力
っていうのが衝動なのであれば、千住は完全にそれをコントロールできるみたいなね、自由にそれを使える、本気を出すっていう時にその衝動を力に変えて使うことができるみたいな、まあそういった可能性もありますよね。マイキーに関しては黒い衝動によってそれが抑えきれなくて闇落ちをしてしまった。でサウスに関してはマイキーほどじゃないかもしれないけど、衝動が渦いてそれに任せても暴力を振るってしまうみたいなね。でそれに対して千住は完全にコントロールできるみたいな、もしかするとこの精神力の違いっていうのがあるかもしれないんですけど、千住に関してはね、純粋な心を持ってるけど強い精神力っていうのがあるっていう風に考えることもできるので、まあそうなってくると今回の千住の力、これが衝動なのであれば千住自身でコントロールできるみたいなね、まあそうなってきても面白いのかなっていう風に思ったりもするんですが、まあ衝動持ちの人物がねこれ以上出てくるかって考えたらそれはさすがにないと思うので、まあ千住が衝動なのであれば3点のトップ3人が衝動を持っている、それ以上はないみたいな、そんな風になってくるとは思うんですけど、まあ衝動じゃないにしてもね、今回のこの演出の仕方からいくとこの千住の力っていうのは、まあ、何か秘密がありそうな感じはするんですけど、まあ戦い方に関してはね結構和歌と似たような感じで、対空時間がねめちゃめちゃやばいわけなんですけど、攻撃をする時とかもね足の周りにオーラのようなものがまとわれてるんですよ、っていうのでこれが何なのかっていうので気になったりもするんですけど、まあ、ただやっぱ千住とサンズっていうのが顔つきがねイザナと似てたりするので、あのまつげがボーボーっていうところだったりとかね、特に千住に関しては結構イザナと似たような感じがあるので、まあ、もしかするとイザナと実はイフ兄弟とかイボ兄弟とかそういった感じのつながりがあって、イザナに関してもそういう喧嘩の才能っていうのがあったので、それつながりで千住も強さを引き継いでるみたいな、まあそういう可能性もあるかなっていうふうに思ったりもしますよね。でもただね、ここまで千住が強いってなってくると、まあ、精神力が強いかもしれないってことをさっき言いましたが、とは言っても千住はねめちゃめちゃ純粋な女の子なわけですよ、っていうのを考えたらね、今後の展開次第でもしそういう悪の道ですよ、それこそ千住の闇落ちみたいなのが来てしまった時には相当恐ろしいですよね。この女子高生にしてブラジルの本物のギャングを倒してしまったっていうのがあるので、まあ、ここからね闇落ちがなってきたら相当怖い感じはしますし、それこそ次未来にもし戻った時にマイキーがボンティにまだいる、そしてそこに千住もさらにいますとかなったら、イザナがね東京マンジカにいた未来っていうのもありましたけど、今回のこの感じを見てみるとイザナよりも強そうな感じがするわけですよ、っていうのを考えたら、まあ、千住の闇落ちとかがなったらねめちゃめちゃ怖いなって感じはするんですけど、まあ、ただ今現在千住っていうのは竹道側にいるわけなので、竹道のことを守るっていうようなねことも言ってくれてるので、まあこんだけ強いとなればね相当心強いですよね。主人公が女の子に守られていいのかっていう風になってくるかもしれないですけど、まあ千住の強さっていうのが今回明らかになってきたっていうので、まあここから繋がってくるところとかね、いろいろ気になるところっていうのがちょっとずつ出てきているので、その辺とかもね次の動画以降で出していこうと思うので、よかったらそちらの方もチェックしていただければなと思います。はい、ということで今回は東京リベンジャーズの最新話についてお話をしました。ぜひね皆さんの気づいたところありましたらコメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで今回の良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。